初日最終12レースを迎えます BQ1 組ヘラクレス座特別戦 800m 4番ベルメール号出走を取り消しました。9頭で争われます。今シリーズは明日がお休みで、あさって5月の2日から残り3日間の開催。5月2日水曜日には第11レースに中日スポーツ杯第57回春帝賞 SP1 競争 1800m フルゲートで争われます。メンバー1番が金賞ウィーク、2番レッドエルム、3番キーワンダー、4番ユークイーンスター、5番プラチナクイーン、6番ライトセーラ、7番笠松ドリームスイーブル、8番がキャンドルロード、9番アイファーフォルテ、そして10番杉野ハヤブサ、11番キングブリス、12番は無敗馬サムライドライブ。以上12頭立て。あさってのメインは第11レースの春帝賞 SP1 競争が行われます。5月2日3日4日と柿つばた記念シリーズ残り3日間の開催となります。ゴールデンウィークぜひ名古屋競馬場でお楽しみください。イベントファンサービスも盛りだくさんとなっております。残り3日間、5月2日水曜日、3日の祝日、4日の祝日、残り3日間開催いたします。どうぞ皆様のご来場をお待ちしております。最終12レースは BQ1 組ヘラクレス座特別戦 800m スターター台上です。金シャチ競馬最終12レースは BQ1 組ヘラクレス座特別戦 800m 向こう上面からの発走となります。4番ベルメール号出走を取り消しました。9頭で争われます。注目は2番のメモリーファルコン、デビューから 10連勝中ということで、もちろん1番人気で押されて 1.1 倍、2番人気1番大五国竜 8.4 倍と続いております。向こう上面ゲートリが行われております。8番のアナザ・レオナルド・サレス騎士が騎乗いたします。9レースではドナルトソンに騎乗して2着に突っ込んでおりました。あと3頭残っております。最後のゲートインとなりますアナザ・レオナルド・サレス騎手、今向かいます。スタートしました。立ち遅れたのは第五国流であります。向こう上面1周目の3コーナーは2番メモリーファルコン、腹に立ちました。2番手グループからは6番ベルビサージュ、そして10番エラジーウィングが3番手、そのうちから5番北のアドラーブル上がっていきました。その後ろには8番アナザ・レオナルド・サレス騎手、そしてその後ろ並んでおりまして3番フェザースピリットが追走しております。さらに外にはファイヤーローズ、後方から第五国流、さあこれからスタンド前です。レースを引っ張るのはデビューから10連勝中2番メモリーファルコンであります。ゆっくりと流れます。2番手6番ベルビサージュ、そして内には5番の北のアドラーブル、外からは10番エナジーウィングを仕上げて、間に8番アナザで1コーナー、2馬身切れまして3番フェザースピリット、そして外を回っておりますのが7番のファイヤーローズであります。後方から依然1番第五国竜、そして9番ザッツアモーレの2頭であります。ゆっくりと流れて2コーナー、先頭逃げる2番メモリーファルコン、
800通過向こう上面、リードが1馬身半、2番手6番ベルビサージュ、3番手内に5番の北のアドラーブル、4番手は10番エナジーウィンが上がっていきました。その後ろはアナザであります。後方からポジションを上げるのはザッツアモーレ、3コーナーカーブに入っていきます。さあ前がどっと固まってまいりました。2番のメモリーファルコンを巡りまして、外から押してザッツアモーレ、エナジーウィング、8枠2頭が一気に差を詰めて、内では6番ベルビサージュ、現在4番手を進んでおります。さあ後方勢からはアナザ、第5国有など、4コーナー先頭2番メモリーファルコンで直線に向きました。さあ2番手から外、ザッツアモーレ、そして10番エナジーウィングの2頭であります。その後ろ追い込み勢からはアナザ、あるいはフェザースプリット、先頭2番メモリーファルコン、デビューから11連勝で今ゴール。2番手争いは2頭並んだままでありました。8枠2頭2着争い。この争いを尻目に今日も逃げ切りました2番メモリーファルコン、デビューから11連勝。今日も強い競馬を見せました。2着争い8枠2頭、9番ザッツアモーレと10番エナジーウィング並んで接戦です。最終12レース、ヘラクレス座特別は1800m、 4番ベルメール出走を取り消して9頭で争われました。2番メモリーファルコン持ったままの手応えで後方を確認して直線も危なげなく逃げ切っております。直線8枠2頭の激しい2着争いとなりました。10番エナジーウィング、9番ザッツアモーレの2頭、最後まで競り合って2着争い接戦。単勝 1.1 倍に応えてデビューから無傷の11連勝、2番メモリーファルコン逃げ切って2着争いが微妙。際どい勝負、内10番エナジーウィング、外は9番のザッツアモーレ、その後に8番アナザが4着、5着は5番の北のアドラーブルが入選。最終12レース、勝ちました2番のメモリーファルコン、デビューから無傷の11連勝を飾りました。塚田隆夫厩舎の管理場であります。塚田調教師、今日2勝目となります。スマートファルコンの3コースの4歳馬、鞍上は今井隆弘騎手であります。2着争い写真と上がりました。この写真判定は8枠2頭10番エナジーウィング、9番ザッツアモーレの2頭は写真判定2着争いです。勝ち時計は1分59秒7と上がりました。最終12レース、写真判定の結果の発表並びにレース確定のご案内までもう少しお待ちください。ただいまの競争は写真を参考にして判定しておりますので、しばらくお待ちください。